先週ハッピーセットの恐竜ジャーの、この前半2種類をご紹介しましたが、後半のこの2種類を買ってきましたのでご紹介したいと思います。残りの2種類は恐竜人とめちゃめちゃでっかいガブティラの充電池です。これはかなり楽しみですね。では早速中を開けてみたいと思います。まずは恐竜人から、恐竜人とシールが、このシールもかなり量ありますね。早速シールを貼っちゃいたいと思います。シールが貼り終わりました。結構量はあるんですけど、まあ10分以内には全て貼り終わりました。で、この恐竜人、噛みつき合体とかのギミックはないんですけど、まずこの手がこんな感じで動きます。首も動きます。足は動かないですね。そして、このガブティラの口が開閉してカチカチと音が鳴ります。そしてもう一つのギミック、トリケラのこの部分にボタンがあります。このボタンを押すとトリケラのドリルが回転します。なかなか凝ったギミックですよね。とても頑丈にできてますので、ミニプラと違って、ガンガン遊んでも、ポロリとか心配はないですね。そして次はこのでっかい充電池ですね。もうすごいですね。ではこちらも開けてみたいと思います。中にはこの充電池本体とシールが1枚入ってます。ではこれもシールを貼っていきます。はい、シールが貼り終わりました。1枚1枚が大きいシールなんでめちゃめちゃ早く貼れました。ここだけ面積が広いシールなんで、失敗しないようにここはかなり注意が必要です。で、見た目なんですけど、まあとりあえずでかいですよね。これが普通の充電池のガブティラ、こう比べるともう全然違いますね。ちなみに、本物の充電池だとブレイブイント、このプレートを裏返すギミックがあるんですけど、こっちには、そういうギミックはないです。この充電池はただ大きいだけじゃなく、ここにスイッチがあってオンにして、こっち側の側面がスイッチになってます。ここのスイッチを押すとこんな感じで点滅するんですね。押した時だけ光る感じ。暗いとこだとこんな感じでかなり綺麗に光ってくれます。ということで前半後半と、全4種類のハッピーセットのおもちゃをご紹介いたしました。まだ恐竜ジャーのハッピーセットは引き続き行われてますので、店頭でなくなってしまうとゲットできなくなってしまいますので、欲しいものがあったら、なるべく早めにゲットしておくといいかもしれません。以上、ハッピーセット恐竜ジャーのご紹介でした。